播磨の反乱を鎮めた信長は西国の攻略を再び秀吉に委ねて自身は京へと帰還していた。しかし毛利の勢いは衰えず、西国の戦線は膠着。信長は苦戦する秀吉に援軍を派遣することを決める。まず光秀に援軍を預けて先行させ、その後信長自身も出陣する旨が秀吉のもとに伝えられた。合わせて伊賀の乱についても報告が入った。それは三太夫が信長を裏切り討伐されたというものだった。備中高松城の戦い。おい、その話は本当か？桃地の兄貴が信長様を裏切ってはめようとしたって。はい、その後伊賀忍団は明智らの手により壊滅、桃地も討ち取られました。そうか、兄貴の中ではまだ家族を奪った武士への憎しみが渦巻いていたのかもしれねえな。戦が悲劇を呼び、また新たな戦の火種を生み出す。こんな負の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。と、それより今は目の前の戦に集中だ。よっしゃ、今回もやるぞ和氏。無論手前にとっては主の勝利が全てです。光秀たち援軍が来ればこの膠着も打破できるはずだ。それまでに流れをこっちに引き寄せとかねえとな。一丁手柄を立ててくるか。主の手駒となりましょう。高松城は辺り一帯沼地みたいだ。正面突破は難しいだろうな。では俺をあの高台へ。策を練るためまずは地形を把握します。主と勝利、勝利のためどちらも守り抜く。この高松城何人たりとも奪わせはせぬ。見ててくれよ半兵衛、オイラは勝つ、必ずな。よし、取ったぞ勘兵衛。ここに本陣を置くからお前は策を練ってくれ。見通せました。こたびは水系が適当かと。近隣の河川を氾濫させ城を沈めましょう。敵を城から引きずり出そうってわけだな。よっしゃ、準備を進めるか。高台を奪いよ。行け皆の者、必ずやあの地を奪い返せ。開門。織田の奴ら妙な動きをしておるな。行け、奴らの企みを阻止せよ。開門。水系をなすには城の周囲に堤防を築き、せき止めた河川の水を注ぐ必要があります。手間はかかりますが、こたびはこれが上策かと。策をなすためには河川のせき止めが肝要。いや、こうも敵が多くては進軍もままならない。さあかかってこい。向こう一ついただきだ。悔しいが、ここまでか。さすがのご活躍です秀吉様。そこの武者、わしに付き合え。策の妨害はさせない。貴様らの行動はすべて計算のうちだ。敵が多くてこの
ままじゃ先に進めねえ。策のために堤防を作んなきゃだってのに。織田の隙に動かれてたまるか。兵を集め吸収してやろう。工作兵がやられちまった。ならもう一度来てもらうしかねえな。おだめ感づきおったか。ならばいっそここで死ぬがよい。はいぞ。やれやれ、油断も隙もねえ奴らだ。放っておいたらどうなっていたことか。ファイト。ここいらの敵はあらかた片付いたな。先へ進むぞ。開門。蜂の巣だ。他の奴らも何をこそこそと。到底捨ておけぬわ。皆出るぞ。鉄砲隊、織田の手勢を仕留めよ。何人たりとも高松城に近づけはせぬぞ。蜂の巣だ。鉄砲隊とは厄介な。城に近づくにはやはり正攻法では難しいようだ。この辺りが適しているな。では河川のせき止めに着手しろ。貴様らここで何をしている。勝手な真似は許さんぞ。これ式のやつらオイラの敵じゃねえ。さて堤防の様子はどうかな。震えよカズージ、俺たちの働きで必ずや秀吉様を勝たせるんだ。承知。ったくやたら張り切った。見てるか軍師、敵の妨害も俺の前では無意味だ。準備ももう間もなく完了するか。こちらの準備は完了だ。合図が出次第即座に河川をせき止める。よっしゃ堤防完成だ。あとは官兵衛のせき止めがうまくいけば。水系の準備万事完了だ。水流に飲まれないよう皆を交代させねば。よし、みんな交代したな。じゃあ、水攻め、決行だ。よっしゃ、水攻めは大成功だ。でかした、カンペ。俺は計算通りことを運んだにすぎません。勝利をつかむまでどうか油断なきを。な、高松城が水没しただって。みんな急ぎ友軍の援護に当たれ。勝利条件変更。
見に来て毛利の増援か。想定より多いが切り抜けるほかねえ。川が氾濫した。水が城まで入ってくる。逃げろ。この水はまさか織田の仕業か。手柄はもらった。高松城は捨てるほかあるまい。氾濫により浅瀬になった箇所がありますね。おそらく敵の増援が通るでしょう。ご注意を。官兵衛様、怪しい奴を捕らえました。このような密書を所持していたのです。これは密書、一体どのような。急ぎ秀吉様にお伝えせねば。だいぶ毛利を打ち払えたな。勢いが弱まるといいが。官兵衛様より伝令です。急ぎこちらの書簡をお目通しください。信長様が光秀に。くそ、なんだってこんな。落ち着け。今なすべきことは急いでここを片付けて京に戻ることだ。敗北条件変更。終わるわけないだろう。門を開け。さあ激しく攻め立てろ。開門。やっちまうぞ。どよこのままでは終われぬ。援軍と共に織田を殲滅してくれるわ。やっちまうぞ。どで織田の後輩をついてやろう。者ども、行くぞ。ここは勝ちを譲るしかないか。けど妙だ、奴らどこか焦っていたような。よっしゃ勝った。これで京に戻れると。その前に毛利と話をつけとかねえとな。おいらこそ天下無双の秀吉様でい。信長様が光秀殿に。一体なぜ。信長様を失って俺たちはこれからどうすれば。みんな顔を上げろ。これは秀吉様にとってまたとない好機なのだ。ああ、天下人に最も近い者が言った。なら空位となったその座にはおいらが座ってみせる。今誰よりも早く京へと戻り、信長様の仇討ちをなせば間違いなく天下に大きく近づけるはずだ。乱世が生む悲劇の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。だからおいらは走る。みんなしっかりついてこい。